こんにちは、即家塾の久保です。ポイントサイトのモッピーで一気に10万20万稼ぐ方法があることはあるんですけども、ここにもね、ちょっと注意点があるんですよ。今回はそのことについてちょっとお話しします。多分モッピーで注目を引くのって、主にはこのカテゴリーだと思うんですけども、このカテゴリーの中ではですね。やっぱり全員がトライできるわけではないってこと、これを前提にちょっと今日はお話を聞いてみてください。それでは画面を切り替えます。 はい、えー、モッピーでご覧のように、不動産投資セミナー。これね、セミナー参加だけなんですけども、1時間ほどのね、ズームでの対談になりますけども、セミナーをご覧いただくと、ご覧のように、1万8000円とか、4000とか5000とか、8500円とかね、1万2000円とか。これね、このページだけで20万ぐらいになるわけですよ。で、ページは、次もある。2ページ目は何だろう。2ページ目も、まあね、そうそうたる金額並んでますよね。 3ページ目もいかがでしょうか。まあ、あっという間にね、2、30万作れちゃうのが、この不動産投資セミナーで、で、しかも他にもあるんですよ。えーと、今度はね、この面談ってやつ行ってみましょうか。面談のページだけでも3万5千とか3万8千とか5万とかあるでしょう。これすごい金額になるあ。多分ね、50万ぐらい稼げるんですよ、これ。あの、本当に、あのー、セミナーに参加するだけでね。 で、主には東京都心のワンルーム、中古のワンルームのオーナーになりませんかってことで、えー、物件とかね、紹介してもらえるんですけども、もちろん契約しなければならないってこともないですし、面談受けた後に、えー、次回セールスのお話があります。その次回を受けなくても構いません。1回目の面談だけで OK です。で、そちらの方を受けると、そういう風にね、あのー、まあ、かなりの制約率でお金がいただけるんですけども、注意点なんですね。注意点です。これはですね、 あの、源泉所得証の提出を求められます。というのが、ほとんどの案件で、えっ、ー、と、昨年年収が500万とか600万の年収の証明が必要になるんですよ。ね、そうなると、多分このご時世ですから、平均的にですね、サラリーマンさんの月給では、400万とかの年収が多いんじゃないかなと思うんですよ。そうなると、源泉、えー、所得、源泉徴収票ってありますよね、あれ。年に一回発行されるやつが。あれを見せた時点で、アウトってことになるんですよ。 うん、だから、あの、これだけ美味しい案件が並んでるんですけども、当たり前ですけどもね、あの、不動産投資するのに、年収が300万、400万の人に、あの、まあ、話を持ちかけてくるわけないんですよ。ですんで、年収500万とか600万とか、その辺の人に向けた案件なんですよね。まあ、ですんで、えー、そのお、昨年の年収が低い方ね、特に今の時期すごく難しいと思うんですよ。昨年の仕事、一気に減った時期だと思いますから。まあ、ですんで、そういうところ注意していただいて、 あのこちらの方ね考えていただければと思います。えっ、ー、と私の場合ねあの、まあ、こういう面談たくさん受けたんですけども、うん、結果的に求められた会社と求められてない会社があるんですよ要するに「源、え、泉、ー、所得票持ってますか?」って聞かれることと聞かれないことってあるんですよ。それはですね私が法人の代表してるってこともあっていざとなったら。 法人との契約を進めていけばいいやってこともあるんでね。ええー、それだと思うんですけども、完全なるサラリーマンさんの場合とか、あの、フリーランスの方とかっていうのは、まあ、厳しい方が多いんじゃないかなと思います。ただですね、サラリーマンの方は結構固定収入があるんで、あの、年収がいってない場合でも、うん、まあ、契約の話してくれないこともないのかなと思いますけども、基本的には無理ですね。<laughs> ま、ですんで、えー、こちらの方をクリックするとね、見て取れると思いますけども、 ええと、これ、ここに、ね、ポイント獲得条件に必ずこれがあります。本業の個人年収が500万以上の方って書いてますから、ここ2行目。弊社に昨年の本業の収入証明をご提出いただける方。こういうふうなことがありますんでね、えー、よくよく確認してエントリーするようにしてください。えー、で、ちなみになんですけども、こちらのチビマラグちゃんの電気ね、これはどなたでも切り替えられるんですけども、 多分ね、一人暮らしで、月の電気代が5000、6000の方は、逆に割高になっちゃうんですよ、切り替えたら。らその辺も、まずは、あの、ここにね、申し込んでみて、面談していただいて、切り替えが完了したら1万4000円ですからね。いろんな事情で切り替えができない方は、これ1万4000円、あの、もらえませんから。ですんで、全員アタックすることは可能ですけども、一人暮らしの方は、電気の消費金額によっては、却下されるというかね、選ばない方がいいっていうこともありますんで、その辺、ご留意ください。 えー、家族3人ぐらいでしたらね、3人4人でお暮らしの方は大抵は OK だと思いますけどもね、金額で言うと、毎月電気代が1万円以上の方はまあ通るんじゃないかなと思います。78000ぐらいから、えー、ちょっとね、個別の事案になってきますんで、えー、診断を受けてもらうってことになりますね。えー、本日は以上です。